さて、関所をどう攻めようか。うちは荒っぽいのが多くてな。浪士組本体は堂々と正面から行かせてもらう。いいな。君たちが正面から行くなら、我々は迂回して奇襲を狙おう。さすがに同じ持ち場で戦うなど落ち着かないからね。まあいいさ、こっちもあんた方を信用しているわけじゃない。お前は好きな方についてくれて構わないぜ。カツラたちとも付き合いが長いんだろ。そろそろ強覚どもに攻めかかるか。よし、油断するなよ。で、どっちと一緒に行くつもりだ。おっと、聞くまでもなかったか。なら、こっちで存分に武功をあげるといい。あんた、腕が落ちていたら承知せんぞ。
我らの敵ではない。 先行し、親玉をやる。
障あれ。ここは通さねえぞ。悔しいが、今回一番功を立てたのはお前だな。長州は上様に従わぬ不定の輩とばかり。なかなかやるではないか。老子組こそ幕府にへつらう半端者と考えていたが、多少は見どころがありそうだな。せっかく侠客どもを片付けたんだ。お互いの立場は忘れ、皆で宴はどうだ。望むところだ。無礼講で飲み明かすとしようか。お前も当然宴に来るよな。あの人は一人で京へ先行するんだとよ。予定が遅れてるからじれてんだろう。好きなだけやるといい。よいしょ、ここは私が。
おまんもなかなか飲める口じゃんの。今度は飲み比べで勝負といくか。おうよ。なかなかすはんなあ、いいじゃないか、いいじゃないか。困ったお人ですね。あら、いい飲みっぷりですか。お前も遠慮せず飲め飲め。いや、すごいの。おい、上位派のくせに博士は飲むのか。こいつは話が別だ。なあ、乾杯。乾杯。勝ちまだ。乾杯。ご清聴ありがとう。いいぞ。よし、次は俺が。敵のいいやつ一曲頼むぜよ。江尻宿で随分と足踏みしたようですね。まあそう焦りなさんな。心配しなくても老子組は近々京へ到着するぜ。しかしどうするかな。老子組は幕府を内側から食い破るための駒でしょ。まあな。だが思ったより腕の立つ奴らが集まってね。この力どう使うかいろいろと考え始めたところさ。要するにお前らの出方次第ってことだ。色良い返事待ってるぜ。この国に残る文化は愛すべきものだ。だが人も全て愛せるわけではないな。悲しいことだが。先行した老子組などの働きの甲斐あって将軍徳川慶喜は京都に無事到着した。しかし様々な目的を持った浪人たちが押し寄せる京都では騒乱の火種がくすぶっていた。鉄舟殿、仲間内で妙な噂が流れちょる。八郎さんが殺されたとか、裏で倒幕派と繋がっちょったとか。残念だが、全て誠の話だ。昨夜、市中で亡骸が見つかった。なんじゃと？藩士とか亡くなったなんて、信じられん。懐には、京都の倒幕派と交わした文が入っていた。あの者は浪士組をどこかの勢力へ高く売ろうとしていたようだ。よりによって倒幕派とつながっていただと。とんでもねえ野郎だな。で、始末したのが誰だ。未だ不明だ。気になることはもう一つある。清川と共に倒幕派と通じていた者が組の中にいるやもしれぬ。そういえば坂本とお前はもともと清川と知り合いだったな。こいつの言うてくれた通りじゃ。近藤さんは本気でわしらを疑いよるがかい。おっと、悪かった。お前らを疑うなんて俺がどうかしてたよ。近藤だけではない。他の大使も仲間を疑い始めている。このように疑心暗鬼になることを恐れていたのだ。このまま京都に残っても大使は資産五列となろう。よって幕命により
我らは江戸へ帰還することと相なった。待て、急にそんなこと言われても納得いかんぞ。逆賊どもが潜んでいるのに何もせず帰るなど侍の恥だ。上様が京都におられる間は俺たちでお守りすべきだろう。その行いはかえって上様の身を危険にさらす。それこそ侍としての分を外れることになろう。後ほど全大使に召集をかける。少し頭を冷やしておけ。その上で各々身の振り方を考えるのだ。